ですからこれ彼が攻撃が来るのをね背を外してこうやってですね攻撃が来るあの来るのを来るのをこの手でさばいて来るのね来るのをこれ来ちゃって嫌だからこっちから入ってるそういう形いずれにしても背を外してこの手あるから帰ってこないそういう形ですよねでこうやってちょっと展開ましょうここは止めといてからじゃあちょっと展開をなんか技やっちゃうと落ちちゃうんですよね必ず合気道の稽古やってていつも思うのはあの相手の人たち人たちね僕がこうやって掴むじゃないですかみんなここ来ちゃうの全然長生きでボコボコやられちゃうけどボコボコこう足が来ちゃうそういうところでやり始めちゃう人が多いからそれはすごく良くないなすごい最近気になってるんですよあのでまず武道だからやっぱりなんか言っていっちゃったら終わっちゃってあと何やっても終わりなんだこれ死んじゃってんだそういう風になるんだけどそういう感じで何だろうかなそういう人たちが結構多いんで何しろ何しろ外すと自分は自由この手来ない足来ない自由の安心ないって何かやったらやった方がいいですよねそれを気づいてないでしょだから優先順位がこの相手の手をもらっちゃわないっていう優先順位すごい高いからこれはトッププライオリティだからね。技の前にそれ考えておかないと。絶対来ないっていう位置でやってるのなんか。絶対来ないっていう位置で展開してる。そういう話。そのために展開する。そういうことですから。で、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあこう、ね、そのまま落としてくれたことになる。だから、展開してなんかね。彼のこの手、僕が気にしてるのは、この取りに来た手じゃなくて、次の第2番目の手、彼は、踏み込んでるぞ、ってなんかやろうって、これが気になってるのね、だからこの手をなんか、つけるためになんかやってるって、必ずそれ考えてない。一つ目の手は全然重要じゃなくて、この手全然重要じゃない。重要なのはこの手、この足、この手。っていうことをいつも意識いつも取りに来たらこの手になんか関係なくてこの次の手の方が全然怖いわけそういうわけでその辺考えてちょっとじゃあ今出してなんかこうやって相撲を持つこのまま展開したら上げてくれ何しろ次の手に来て次の手に来て来ない位置来ない位置でなんかそれはちょっとまず最初簡単な技で紹介したあのねもう一段ね僕は取りに行ったんで僕はこのもうあと蹴りとで彼がどんどん下がっていっちゃったら僕はどんどん浮いちゃうのね下がっていっちゃいけないので取りに行ってこの手気にしてそうやって座ったら僕は彼の順番になっちゃうから彼の番になっちゃうで、こうきて展開行った時にさこれだったら僕は向こう行っちゃったから意識がねいなくなっちゃったから次がよいしょってよっこいしょってやってから何かやるんだよその間に彼は何かできるわけこうきてそう僕は何もできない状態それ作んなきゃいけないでこれこうやってやっちゃうとねこうやってやっちゃうと次来ちゃうのこうやって見てたら次これ足変えてすぐこうやって来ちゃったり来ちゃうだから彼が来たらすぐ彼が来たら何しろ来たら意識も覚えないしてってそれがすごく大事これこうやっちゃって見ちゃったらアウト次来ちゃう見ちゃったら次来ちゃうからだから展開の時は向こうへどうぞっていつも言ってますけど向こうへどうぞ彼を向こうそれから何か自分が出てくる。そういうふうにはないと。だから優先順位がその、なんだろうか。この手取りに行かない。それから自分はこう見てない。何しろ向こう。
あれ、何個それからなんか自分でそういうのやった方がいい。で、じゃあそれ、どういうふうに、じゃあ今さ、付き合ってこの間もやりましたけど、付き合いましょう。付き合った時、向こう見てるの。で、その瞬間になんか、やってる。向こう見ないことに話になる。俺、手に出たら、次行きますよ。あ、なるほど、次行くよ。さっきみたいに、さっき、例えば、大宮と上げてきたら、腰替えて、肩がすぐっとこう来る。何しろ、そういう可能性があるってことだけ。だから、着いた時も必ず向こうへどうぞ。それからなんか、そこに行かないと。必ず、だから、この月に、次に下がったらもちろん次、2番目来ますよね。だから、使わせておいて、で、自分はこっち、近くに入って、近くに入って、次が来る前に、次来ますよね、必ず。来る前になんだよ、そういう意識。それがないと、ダメだって話。まあ、そっちも、頭では分かってんだけど、なかなか稽古してないから、みんな、手行っちゃうんですよ。じゃあ、月の練習でしょう。何しろ気にしないで、向こう。ペーパーとかに。次に行くまで行かないです。いいか、転換で、転換で。転換で。気にしなければ。僕は出すときは、自分がない。次に入ったり。そうです。じゃあ、それを考えましょう。転換で入って、まっすぐ。この次の手が欲しい。見てたら、もらっちゃうんだよ。見てて、例えば、見てて、もう全然食べて、向こうで、カリッとなったら、こうなってるから入るっていう、そういう話だから。だからそこのところ、そのポイントはね、形じゃないけど、ポイント、何しろ出して、自分は四角、それから、すぐに、じゃあ、今、割と下段もらったんですけど、大体この辺からやると、で、気にしたわけです。で、可能性としてはね、こうやって来るとね、こっち、超多いんですよ、こっちの方がね、大体。なんか、バンとこうね、この辺来るの。で、これ、手はこう、手は普通はこうだから、下だったらこう、上だったらこう、普通は、それ気にしないでこういう形で。これ、横目打ちでいつもみんな我々稽古してるんですよね。これちょうどいい稽古なの。で、ね、来た。向こう見てない。横目打ちで来たのと同じ。横目打ちで来たときに、これからパーッとね、こうやってありますよね。それの稽古はちょうど、ここに来たときと同じ。こっちだって。で、こういう声で。だからそういう時は、ちょっとこれを、上、上段の方を気にしないで。何しろ、来たときに気にしない。これ、触ってた方がいいですね。触って。できたら今の
こんなやり方あってね、できたじゃないですか。あって。それはいいと思います。すごいね。こう例えばじゃあこっち来たらこう入ってきて、ね、いいな、いいですよ。それもいいし、それから僕らは普通にやってるのはここプロテクトしてこうやってこうやって打ってくるじゃないですか。前に当たってもここで浮かず、でこのままこうなると抜けるし、そういうし、だから開けとくと来ちゃうから。だから慌てきたらあやばいって言ったらまずこうやるの。そして向こうもそこを抜けてきてここにあるの。そういう意識だったら当たってこないから。最悪なのはこういう外から出てくるね。次来ちゃう。最悪なのはあ来たやばい。ここに来たらもう終わりだよね。だから打っても当たってもいいですよーってこうやって、であれだったらそのまま出てってもいいから、何しろカバーしてるから、でカバーしてのこう、カバーしてるから多分怖くない。そうすると自分がね、で次こうね、打っちゃう、打たないで中途半端止めるから来るの、次打っちゃってこれ彼がぐーんと打っちゃったらこうなっちゃうから。次来ないし、だからなるべく打たしてあげて、打たしてどうぞ打ってくださいって言うのか、こういうふうになったわけね。それからもう一つは線でもらうと、打ってきた時に疲れるんだったらこうなってればこれ打たないんだから、絶対こう来た時に慌てずに来てる、来ないんだからね、線でもらえれば。でここから行くやるとかいろいろありますけど、何しろで、こうやって打たせてあげれば、こうもらえる、そういう感じで。このいくつかね、この横面の時にいくつ先にもらって、それからプロテクトして、それから、ティムセンさん、うまく取れるのが多いですね。そういう感じね。まあ、いずれにしても打たせてないと、止めちゃったら次だと。今横面でやりましたら今度パンチ同じこれも同じ来た時にここでやってるんですよね。で僕は空手家じゃないからカバーする、カバーで向こうどうぞカバーする、それでなんかそれからなるべく早めにカバーする、カバーでなんかそういうの、それからなんだっけ、トムさんのやつだからとか言ってないから、いや、じゃあこの2つだけ見ようね、最初にもらってこういう感じ、それとカバーして、それからなんかそしてなんかそれからさっき言ってましたけど、体をほぐせないとダメ、必ず向こう見のね、必ず来てカバーして向こう見、そしてなんかじゃあちょっとカバーするちょっと見てる2つ最初は今止まってそれからなんか今度もうちょっと積極的に足動かすね、一番来たらパーンってなんか足動いてない、足自由にパーンって来たら足動かす、今大体来たら終わってるんですよ、終わってからそうなんですかね。もうちょっと自分で意識的にちょっと積極的に、まあ、もちろんここ来るからプロテクトしなきゃいけないんだよ、プロテクトしながら足をプロテクトしながらパップロテクトしながらなんか足を動かす、足を動かすっていうのはただこう踏み替えてるだけだ、
転換してるとか、回転してるとか、そういうことだけですから。何しろ来たら、来たら、足動かして、ボンと、なんか、なんか、なんでもいいです。いつもやってる稽古の、なんか、わかんないけどさ、来たら、このままかなり全然ダメです。今僕は簡単だからね、こうやってきてね、リンゴリンゴこうやって出して出たりするのに各自いろいろ稽古してますから、積極的に何でもいいから足を出す、足を出してやる練習ね、ちょっとやってみましょう。じゃあ、あんまりこれね、このパンチあんまり成功してないから、みんなすごい大変だったと思いますけど、今度はあの下段でね、下段でやるとね、今動いたじゃないですか、今度ね、すごいやりやすい下段です。全然なくてさっきは全然なくて、こっちは全然なくて余裕した。練習を手取りだったんですよ、いつも練習してた。それなぜ練習してるかって、いつも片手取りやってるから、これ切るのね、これと同じでしょ。だから起きて、あの部分もやらせてください。要は下段の方が楽なんですよ。今度さっき足中に動かしましょうって言ったけど、今度自分でサイドから予定してさ、例えば小投げやろうとか右投げやろうとかって思ってると、そういうことができるようになってきて、さっきは適当に自由に動けばいいって冗談の場合難しかったと思います。今度は小投げやりましょうって言ったら、入り身投げやりましょうって言ったら、入り身投げやりましょうって言ったら、今度足もここもちょっと割と余裕ができてきて、お互いしちゃいましょうって言ったら、そうなります。じゃあこの下段の方が楽なんで、下段で何か決めて自分で入り投げしようね、いつもやってるの的なやつこれちょっとね、下段で。じゃあ今度は難しいですけど、上段でこれでね、で、こっちがあるから、今度は技関係で立てますよ。こういう人、こういう人したらね、これ例えば、なんか例えば小手返しすごく大変なの、だからこう見て、で、どうぞって言いますよ、こういうのとかね、もっと簡単なやり方、バーンってきたら、これ、ダメだからもうよいしょってやって、落としてからなんか投げるとか、この拳の方向によって曲がる方向違うから、勝手にここから例えばこれでしょうがないから、だから、これよく見て、曲がる方向ね、曲がる方向、例えばこうになって、打ってきたら、普通だったら、このままね、ここ下げてきたりとかっていう形ですね。まあそういう、で、今度、何しとこっち向こうを見る、それ大事、見ない、あ、見ないっていうのは、ここ見てないってことね、中期者さん、こっち者さん、だから見ないで、もうこうやって、それから、手なる。ブロックするのあ、ごめんね、ブロックするのもあるんですよ。でもブロックしちゃうと次が来ちゃうの、必ず。だからブロックしない方がいいの、打たせるっていう話。ブロックして止めたら次が必ず来るからね、必ず来るから来たら対応できないから、この手は打たせるとどうぞ向こう行ってちょうだいってやるからやった方がいいんで、こういういつもそういう気持ち。じゃあ、どうなんの方がいい、打けない下段はね、裏みたいに引っ張るじゃないんですよ。引いて、引いて、バーンバンって、ちょっと待って、バーンバンって次にね、こういう感じ。ってことは次に引いてくるんですよね。こうやって見てた間に、引っ張りしながら、やってしまうんですよ、次で。だから、それに対応してやらなきゃいけない。だから、一緒に、じゃあ気を合わせて向こうへって一回最初やりましたけど、必ずこの手が引いてくるから、引いた時にはもう入ってくる、ここにやらなきゃいけない。だから、見るんだけど、ね、見るんだけど、
次の瞬間も入る。そういう、これ引いた瞬間に。例えば、じゃあいいな。こう来た、引いてね。引いた瞬間来る。そういうふうにやりたいわけ。来て、来て。で、こうやって来ちゃう。合わせるってこと。ここに、パン。こういうふうに合わせる。そういうふうにやりたい。やりたいんですけど、練習はちょっとわかんないですけど、そういうことを意識して、ちょっと。そのまま、だからこれに合わせてパンパンとこうやってちょっと、どういう練習法がいいか何しろ、どういう練習法がありますか食べないと分かるけど何しろ一発で制覇したらいや、しかないスローでお願いしますそれ早いのでこう来て、こう来て、したら引いてくんだよね。引いてきた時に合わせてるっていう、そういう話。それはそれしか言ってない。こう来て、パン。こういう練習方法があるのかな。普通なんかこの手はさばけないんだよね。打ってきたとか。打ってきたさ、もう取りにも行けない。無理だから。だから、こういう。ほら変だ無理ですねだこの一発目をだからこの線外して出してしたらもう出ていくとそれしかないよね一発目どうぞ打ってください意識でもう入ってるってそういう意識それしかないよねその時多分ね彼はブロックするんじゃないかなこう来てブロックするよね多分でも中に中心に近ければ彼に近ければ遠くだと遠くで離れてパッチャッと突っちゃうから、なるべく彼のどうぞ、突っちゃって、もう入ってる。入ってる。そのしかないと思うんですけど。こういう練習、まあ、練習方法ない。アイスリーボア。いや、まあ、その辺ちょっと意識して、じゃあ、パンパン。ね、打つ人はパンパン。ね、パンパンってこういうふうに打つ。パンパンに合わせて、そういうもんだと予測してるね。だから自分が予測してて、合気道の稽古みたいにパーンって打って出しっぱなしじゃないから、絶対ないから、でそれ稽古だからこうやって出しっぱなしでどうぞってやってるわけで、だからどうぞこうやってやっつけてくださいってやってるんだけど、それはないから、剣持ってても、ナイフ持っててもね、必ず剣って出たらすぐ引くんですよね。引いたらすぐ引くんですよ。そういう意識で、なんかパーン来たらパーン、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 出ていく。ちょっとその辺、意識して、打つ人は、こう、ちゃんと奥谷さんみたいに見習って、こう、出るまで。っていうことはね、っていうことは、片手を持って、こう、引いてきて、パーンで。これと同じことでしょ。これだから引いてくるでしょこういうね普通はね引いてこっちで来るの引きずり込んでいくとかだからその時に我々さんの時にしなきゃいけないかもしれない、まあ、そういうことを想定して稽古しておいた方がいいんじゃないかって話だからこうやってやってはいどうぞ持ってくださいってやったらやられちゃうんだよねこれではいじゃあ展開しましょうってあれしてこう外に外されて天体ショットだって、こっちの方行っちゃって、手からなんかできないって石だけ向こう行っちゃって、手はこっちで、やばいし、染まっちゃうからその辺のところを注意して、だから片手持ちも稽古した方がいい来たら、で引いてきたら、こっからこうね、手からできるでしょうかこの手は楽にして引いてきて、崩されるんじゃなくてこう引いたら合わせて意図的に受けの人は掴んだら引くそうそれでそっちから転換しようそうするとこうなるね受けの人が掴んで意図的に引いてくるそしたらそう転換してそうこういう感じでこういう感じで
出して聞いてくるよね。出してここに入る。あまりちょっとやってるか。じゃあちょっとこれやってみましょうか。ね、あの受けの人がちょっと。はい、ちょっと難しいから。これやりましょう。肩ね、と受けの人は掴んだらここで畳むだけ。起きて。そうしたら取りですね。ああ、取りの下を使います。私受けるし。大きく畳んだ。ああ、そう、いや。それとか。僕が掴んでくるの。そしたら、なんかそう、それで落としてくる。ちょっと、受けの人が、ちょっと。まあ、これ、必要ないから。こう、取って、ぐるん。そう。そういう練習。ね、固められた時。じゃあ、それやりましょう。